競技場、ツの上部の半円が、ホームベース、1ペース差と書かれた部分が一塁である。三塁ランナーは、ラインの外側を回るようにして、ホームに戻ってこなければならない。ペサパルは、野球がフィンランドにおいて変化したもので、1922年に最初の試合が行われた。英語では、フィニッシュベースボールとも呼ばれる。フィンランドの元陸上選手の政治活動家、 ラウリピカラによって考案された。もともとフィンランドでは公式な野球場が存在せず、サッカー用の球技場を使って試合が行われた。そのため、フィールドはホームベース付近だけ三角形になっているが、基本的には長方形のグラウンドとなっている。通常の野球とは異なり、バッターズプレートの手前が一塁、そして通常の野球で一塁に相当する部分が二塁となる。 三塁は通常の野球とほぼ同じ位置。そのため長打力よりもバントや短打が要求されやすい。通常の野球と一緒で1チーム9人だが、守備位置に立つ場合はショートと外野が2名ずつという変則的なものである。野球と同様、1打席3ストライクのルールがあるが、野球とは異なり初球及び2球目の場合、ヒットを打ったとしてもすぐに走らないで、 そのまま打席に残って、ランナーを進塁させることができる。ただし3球目は必ずファウル打球以外の場合は、打者走者として進塁しなくてはいけない。ファウル打球の時は、打者は、アウトとなる。競技風景。緑のシャツを着た選手が投手である。投手は、左打者の時は、打席の左側、右打者の時は右側にそれぞれ立って、グラブを上、ボールを下にした状況で、 セットアップポジションを取る。一旦肩の高さのところまで達したら、動作を止めて、ボールを上にトスする。投手がボールを上げて、投手の頭上1メートル以上上がって、ホームプレートの上に落ちるか、打者が打つ動作をするときはすべてストライク。打者が打つ動作をしないで、ホームプレートから外れてしまうと、ボールとなる。ボールはランナーがいない場合は1ボールでもすぐに、出塁できるが、出塁せずに、 連続3ボールをすると2塁に進塁可能。ランナーがいる場合は、同一打者に2ボールを与えると、先頭のランナーには1つの進塁が認められる。フィールド外にノーバウンドで飛び越えた場合、外野であってもホームランではなく、ファウルとなってしまう。また一点2塁のベースの手前であっても、フェアゾーンに一度落下した場合は、ファウルゾーンに転がっても、フェアとなる。 打者走者はまず一塁へ伸びる二本の白線の間を走って一塁への到達が打球が一塁に送球されるより早ければセーフ。以後は基本的に通常の野球とほぼ同じ。ただし、ランナーは一旦離塁したら気塁することができず、そのため塁上でのアウトは全てフォースプレイが認められる。三塁走者は特別で塁上で待機するのではなく三塁から ファウルゾーン方向に引かれた白線に片足を置いて、陸上競技の短距離走のように、クラウチングスタートの状態でタイミングを待つ。そして野手からの本塁への送球より三塁走者の本塁への到達が早ければ、ホームインと認められる。三塁走者は、投手の投球前に離類すると、即アウトになってしまう。また、打者は三塁打を放つと、ホームランと認められ1点を獲得でき、 さらに三塁走者として残ることができる。つまり、野球のランニングホームランのように一気にホームまで走れば、都合一人で2点獲得できるため、一人にランホームランも可能と言える。ホームランを打った打者は三塁ベースで祝福を受けるという。ペサパロならではのルールとしてウンデットというものがある。野球と同様、フライをノーバウンドで野手が補給した場合は、走者は 野手が打球に触れるまで進塁を試みることができない。この場合に限り奏者は離類しても野手が補給をするまでは気類が認められるが野手の補給までに気類ができなかった場合は奏者としての権利を失ってしまう。ただし即アウトというわけではなく次の類にアウトにされることなく到達できればアウトカウントを増やすことなく奏者の権利を失うだけで済む。 このルールのため、攻撃が強気にヒットエンドランを仕掛けることができ、また、足の遅い走者をアウトカウントを増やすことなく取り除いて、次の攻撃に備えることができる。ところで、例えば走者1、2類の時に1類走者が、ウンデッドになったとしても2類走者に進塁義務はないが、ウンデッドにならなかったら1類走者が離塁して、しまっているため2類走者にも、進塁義務が発生する。 そのため、守備側は、攻撃側のウンデット狙いの意図を読んで、わざとフライを補給せずウンデット狙いの走者を生かして、その前にいる走者のフォースアウトを狙うなどの戦略を立てることもある。また、ウンデットが続いて、得点が1点も入ることなく打者が一巡してしまった場合は、アウトカウントに関わらず、チェンジとなる。試合は4イニングスごとの前後半という形を取っている。 前半と後半の攻撃の前に15分間のハーフタイムが取られる。4イニングずつ終了時点の合計得点でポイント獲得チームを決定する。1から1の同点の場合は延長戦1イニングを行い、そこでも決着がつかなければ、スコアリングコンテストというサッカーの PK 戦のように、あらかじめ3塁にランナーを置いて5人の打者が、 打席に立って何人得点を稼げるかで勝敗を決する。ジョーカーは得点圏の場面等確実なヒットが欲しい。時に通常の打順の間に割り込ませることができる。打撃専門選手で1チーム各試合につき3人、1イニング2名まで利用できる。この場合はユニフォームを区別して出場する。ジョーカーは 打者専用の選手であるが、野球の指名打者制度よりは代打に近い。ありがとうございます。